よし、おはようございます、こんにちは、こんばんは、きょんぴです。おっそっす。この後ね、エピソードオブスラジマ、ワンピース知らない人いるよね。その方でも今日ついていけるかどうかってとこだな。空島はね、関数でいうと20巻ぐらい、25、6巻ぐらいの、まあ今で言うとあの80巻ぐらいで序盤って言えば序盤かもしれないけどね。アラバスタ編が終わった後なんで、どうなんだろうね、グランドライン編入って、まあ序盤の方か。ワンピース知らないって。ワンピース視聴層って今10代の子はあんま見てないんだよね。あんまりなんか大人の方が多いっていうのは聞いたことある。まあ見てみると結構ね、細かいところで小ネタがびっしり入って面白かったりするんだよね。アニメの方がね、なんかね細かかったりする。漫画はテンポいいよ。でも空島編はねテンポ悪いって言われてる。漫画原作でもなかなかちょっとね苦手って人多いんだけど、70なんだっけ、5分の映画だから余っちゃうよね。余んなかった。1コメゲッター、チュン太郎さんいらっしゃいませ。仕込みゲッターミニミンさんいらっしゃい。私原作見たことあるんで、ちょっと今日わかんないとこあったらちょこちょこね解説入れていきます。 2時間で空島編終わるとかちょっと信じらんないけどね。リコさんいらっしゃいませ、ラブリンクさんいらっしゃい。ほんと10代の子はワンピース知らねえんだよな。進みすぎてるっていうのが一番でかいのかね。見直す機会ねえよな。ちゃんと起きたよ。正直サムネ作ったからさ、ネタの8位なんだよね。サムネがどうも気に食わなくてね。岸野さんいらっしゃいませ。岸野さんはワンピース知ってんだっけ。キョンピさん寝てるんじゃねえかと思ってたことをここに告白しますって。昨日は俺寝てたんじゃないんだよ。昨日は違うんだよ。寝てたわけじゃない。昨日も疲れてた。なんか寝ちゃった。なんか帰ってきたのがなんかもうね、あの猫の恩返し食い込んだから、あ、今日できねえと思って。声のか、あ、そうなんです。今ね、あの NHK で声のか形だっけ、これ同時やるんだよね。迷ったんだけどワンピースにした。まあ、悩んだけどね。だから声の形じゃなくてワンピース見ます。これ迷った。こっちの方がいいかなって思ったけど、声の形もね、10代の子受けする作品かどうかさ、微妙なとこじゃないか。フジテレビです。ヒオリンさんいらっしゃい。ヒオリンさん知らなさそうだな。ワンピースでもドラゴンボール知ってんだよね、ヒオリンさんね。漫画の時いろんなところでいろんなことが起きてたから、まとめ読みじゃないとだれちゃうんだよねって。なかったっけ。でもそんな言うほど結構巻きだよね。あ、でもエピソードオブソラジマは確かになんか試練とかあの辺ちょっと だかった記憶あるけどね。やるかね、やんないかね。あ、岸野さんジャンプ本誌派だから見てるって。へえ。今日フジテレビだよ。今からやる。モズピースさん、リンリンいらっしゃいます。あ、早っ、もう始まった。え、前振りあった。お、始まった。おお、前振りなしか。8番。始まった、急だ。皆さんがどこについていけるかね。これノーランドからやるんでしょ今日。1時間でまとまんのかな。
あ、始まってる。メープルシロップさんいらっしゃい。届けピースいらっしゃい。タラコスパゲッティさんいらっしゃい。姉ジュリさんいらっしゃいませ。おう。大喜利参加したかったな。この時はまだ船員のことを名前で呼ばないんですよ。ロビンがまだね、あの船に馴染んでない時だ。ベラミー出るかなって。やんねえだろ、やんねえだろ。ベラミーそっか、ベラミー出るの空島だったね。あ、そっか、いきなり始まったってことはあれか、長えから急いでんだ。まず様子見中のロビンさんだね。剣道みたいに前振りなしかって、なんかチャカ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 土曜プレミアムみたいなないね。あ、 CG 流行りの最新の CG を使ってる。ほう、え、やってないとこあんの。8だぞ。ああ、ナミさんがまだムチムチバインバインじゃない時期だ。俺この時のナミが好きだわ。今のムチムチバインバインすぎ。ナミこれぐらいがいいよね。まだ少女感ある方がいいよね。はっちゃんやってないの。青森、テレビ青森やんないのか。今のナミさん正直目のやり場に困るわ。4件にはフジテレビ系列の曲ないって。マジで漫画見るしかないな。マジか、知らなかった、フジがねえんだ。あ、そうなんだ。フジ映らない、マジで。カスネコさんマジでか。あら、まあ、公開しちゃん3じゃなかったか。チャトラさんいらっしゃいませ。あれだね、展開早いな、やっぱ。富士全国かと思ったって。まあでも47のうちね、43はカバーしてるから、まあ割と全国だね。割と見れないって。やっぱね、やっぱ今作ってるリメイクだけあって映像すげえ綺麗だよ。メリーゴーが懐かしい。今はもう 5,6 年ずっとサウザンドサニーじゃないですか。出た。空に映る巨人。しっかり実況してあげようって。で、出たー、巨人の影が映っとる。逃げられない、逃げられないんじゃ。今日風邪ひいてるって。そんなことないよ、初見です。お、初見ジーグさんいらっしゃいませ。どうも、えせい。メリー懐かしい。あ、そっか、フランキーない。初見ジーグさんいらっしゃいませ。いらっしゃい。ワンピースエピソードオブ空島、私は後半20分ぐらいに期待している。あ、ジャヤの島。あ、ベラミー、ん、ベラミーある。
フランキー、ブルックいないって。いないなー、スーパー。エピソードサボ好きだなって。え、サボやったの？うん、で、見るわって。見てきた見てきた。見ながら、あれだ。楽しもう。こんちゃん、こんちゃんいらっしゃい。どうも、いらっしゃい。やっぱ意外といいんだよ、ワンピース好き。なんだかんだ、10代の子を知らなくても。ハリポテ。ワンピ映画見に行った映画楽しみだなって。これ映画じゃないぞ。これテレビオリジナルだよ。こんにちは。不法侵入するよって。こいつら海賊だもんいや海賊だもんこいつら。悪いやつだぞ。アニメオリジナル2時間スペシャル。なんで空島なんだろう。アニメリメイク、リメイクだね。オダナピーいらっしゃい。クロワッサンさんいらっしゃい。ノーランド。ワンピース見たらキュンピミスが見に来たって。オースイオス。俺好きだよ空島。サンジノースベルサンジ。今じゃねがっちり把握してるけど、ノースブルーのジェルまで生まれてんだよね。ここの伏線はちゃんと回収するんだね、今日のリメイクでは。ですぐその話から、話は切り替わるから、サンジがどこ出身かっていうのは、本編ではこの辺じゃ振られないかったんだけど、ずっとなんだっけ、サンジが何者かってネットじゃ言われてたよね。だってサンジと出会ったのって、東の海だよね、確か。動くねー。サンジって足技がすごい人？そうそうそう。料理人だから、足使う。手を動かさないために。うん。じゃあや、カレールーのって。カレールーなんだっけ？カレールーなんだっけ？それ、ジャワだろ、それ。ジャワカレーだよ。今日のはだいぶはしょるから、しかもさらに CM 入るから、今日の多分、発言の一個一個をちゃんと聞いていかないと、本編わかんなくなるな。ほぼダイジェストだね。あ、これ、信之さんいらっしゃい。あ、見に来てんじゃん。辛口だよね。何言ってんだ、甘口だろ。この頃の黒ひげかわいいよねって。あ、この頃の黒ひげそうか。夢は終わらねえ。忙しい母さだなーって。今日は特に忙しいね。うん。展開早いって。で、ジグさんは知ってるんだね。
この辺の話は。まっきまきだね。チャンネル権もなかったから見ないけど見に来たって。私がいかにワンピース好きか聞いていくといいよ。正直私ね、空島入る前の、あ、入った後だっけ？出てこない。名前出てこない。親瓶出てくる時が好き。名前出てこない。何編だっけあれ。フォクシー編。空島エネルだよねって。お、とんでもねえネタバレ来たな。デイビーバックファイト。私、デイビーバックファイトがいい。ワンピース本編じゃん。3本指に入るぐらい好き。空島付近は俺好きだけどな。ダメだよ、今日のラスボスの名前出しちゃダメだよ。ダメ。あの顔するとか絶対ダメだよ。絶対じゃダメだよ。ね。今日のどんな作品かなっていうこのポスターでだいぶネタバレしてるけど。だいぶネタバレしてる。ダメだよ。エネルが誰かなんて言えないよ。ダメだよ。あ、もう始まった。ネタバレかって。でもラスボスの名前だからな。それっぽいやつ。ロングリングロングランドのデイビーバックファイトだね。出てくるかな、マシラ少女。キョンピが一番ネタバレしてるって。まあ実況だからね。小ネタの挟み方が面白い。まず島が空にあるってのがおかしい話でね。猿カットだね。サンジが椅子持って移動したわ。ここはモンブラン、あ、ノーランドの話とサンジの過去はなんかちょっと関係しちゃうね。関係ってなんだっけ。サンジが今反応してんだよね。チュンタラさんから、チュンタラさんから、あのチュンタラさんから、ネタバレすんのは絶対だぞ。絶対だぞ。ウソップがムキムキじゃない。うん、嘘つきすぎて本になってるからね。男と男どっちが好きって。じゃあ言おうか、男。漫画だとね、この辺の下りすげえ熱いのよね。ちょっとやっぱカットしてっからな、話の動線だけになっちゃってるけど、ここら辺できなんかこうね、なんでこのおじさんが海潜ってるかの話はすごいうまーく狙えてて私は好き。懐かしいな、懐かしいな、何年前だ。
田村純一さんいらっしゃいませ。ボビンさん若いって、この時28です。ちなこの時のナミさんあれよね、17。18か。伏線うまいよね、その島は。やべえ、ワンピース見たことあるって人は声の形見ようって言ってる。浮気された視聴率どっちが上かな。アラバスタと空島はアラバスタの方が先。アラバスタでロビンが入って、その次で。ああ、マーシャル少女喋ってくれね。背景とかしている。背景だ。いいやつなのに。サウスバードもカットか。あのね、ここに来るまで結構ドラマあるのよ。あのね、鳥を使うんですよ。南しか向かねえ鳥がいてですね、その鳥が向く方向に向かっていけば地図のない海を渡っていけるんですけど、その話ないわ。ベラミーは出なかった。ここまで20分か。ノックアップストリームは20分か。ここも暑いんだけどな。黒ひげも出ねえ。サウスバードいた。サウスバードにはセリフがあるのに、マシラと少女にはないのが。なんか音波使ってエコーするやつすげえ好きやったけどな。あ、今度漫画貸しやるよ、知らない人。海底火山が上に打ち上がるのを利用して空に上がるみたいな。ヘラクレスウォークアウト捕まえてたよねって。あ、捕まえてたね。いたね、そういえばね。二次小説ではめちゃ強いベラニス出てこないのかって。バネバネはゴムゴムの介護官だからな。上に上がるのでね、船を改造してあるんですよ。ちょっとでも風捕まえられるように。羊がニワトリになってます。飛んだ。何さ、かっこいい。これは言うのか。ああ、悪魔の証明。ロマンだ。あ、ごく、ああ。いやー、好きだねー。何
誰も証明できてないから追い求めるのがロマンじゃ。名キャラよね、見た目あれだけど。私好きだな。あ、リュウさんいらっしゃい、テトラさんいらっしゃい。シム、え、ちなみにベラミーさん、二次小説では強いんですけど、バネバネにギア技使わせる二次小説があったんですよね。マジで胸熱いな。なお、ドレスローザで負けちゃうんですけどね、ルフィにもう一回。マジか、バネバネギアセカンド、ちょっと面白そうだな。血液がバネになるわけ。そっか、黒ひげ何者ですかって。この時は確か闇の実食べて、白ひげ海賊団で仲間殺しして逃亡中の身だよ。それを今エースが追っかけてるって時だよね。バロナ島の前の決闘の前あたりか。なんだっけ、ない、いないを証明できないんですよ。ほら、いないじゃんってもので証明できないんで、これは悪魔の証明って言うんですけど、これをね、これをロマンと言い換えるくだりは私はすごい好き。悪魔がいないことを証明しろってできる。言葉じゃ表現できるんだけど、これ証明ってできないんですよ。今宮園走ってるよ。今日なんだよね。そう、今日さ、24時間テレビなんだよね。今宮園がトライアスロンしてるんだっけか。あ、始まった。しかも番組始まる前から走ってんだってね。でもごめん、宮園わかんない。歌う人ぐらいしかわかんない。私てっきり今年はね、今年こそヒカキンさんかなって思ったけどね。最近メディアの露出激しかったから。 QED 龍骨バッキバキだから。トライアスロンってきついの？そうなんだ。水泳がきつそう。ああ、うう、そっか、折れるっけか。あ、死んだ。あ、生きてた。ウソップ死亡のお知らせって言おうとした。生きてます。別に見てます、見てるよ。俺すげえ喋ってるけど見てるよ。俺めっちゃ喋ってるけど見てるよ。今ソーラー来たぞ。各界だこネタはちゃんとやる。あ、ゲダツさんはあれか、ここか。おお、綺麗な仕掛けだ。
違った。同じだよね、声の人。なんか神様おるって空の上だからね。いや、ふざけた見た目と声してるけど、未来読むってルフィとすげえ相性悪いから結構面白いんだけどね。悟り戦シム3時専用 BGM 好き。おー、ほんと好き。あの CM 入る時のアイキャッチの3時のとこかわいい、かっこいいよね。思い出した、ドラクエ7のじいちゃんキャラメルビンだ。メルビンもかっこいいよな。メルビン似てるよね。まあ飛ぶわな。ゲダス様どこまでやるかだね。逆キャラ多いからな、空島はな。なんだっけな。4つの新刊の2つなんでかっこいいシュラと思うって。ほう、なんだっけなんだっけシュラ。どんなだっけ。悟り、スカイライダー。ああ。ああ、そうか。多分今日 100% 出ないから先に言っちゃうと、あのね、あの今の敵悟りさんにはですね、なんだっけ、あのほとりと小鳥っていう双子の弟がいますきっと出ないから、きっと今日カットだから。双子の弟がいるってことは覚えてあげてあげてください。そんなイメージないけど、まあ割と行動してました。シュラさん何したっけ、覚えてないな。いたな、そんなのって。俺双子いるんだぐらいしか覚えてない。なんかあったっけかな。まあまあ今日カットされるだろうな、出ないんだろうな。船に来たやつなんか覚えてない。なんか来たな、いたなぐらいのイメージ。ちょっと最後に見たの相当前だから、あのここで去年かな、エネルのあの、あ、始まった。エネルのあの顔が見たくて、ちょっと漫画を、その島編頭から見直したことあるけど。あ、いたなーぐらいだった。アイサ。出た、ワイパー。あ、この辺から真面目に見た方がいいかな。俺、あんま、目半分で見、実況してるけど、この辺からこの人たちはね、もともと空の島に住んでいた原住民みたいな。あ、違う違うわ。え、あれ違うか、あれ どっちだ。あ、うん、原住民だな。なんかね、二つの民族があるのよね。ワイパーは出なきゃダメだ。
ワイパーじゃないから多分ラストに繋がんない。あ、説明するんだ。エネルに追い出された人たちか。ゲナス様出てしまったな。試練の2つ目？シャンディアのではネイティブアメリカンだよな。まあその辺でしょうね。まあ結構複雑なもの変わってんだよな。じゃあシュラ、ストーリーもいいけど戦闘シーンも面白いからね。ちょっとこういうシーン入って見入っちゃうな。お、ナレーション入った。島の原住民だ。もうここで昔話入った。宝珠だった。現代人。宝珠だ。いい声してる。昔の作画？嘘。まさかこの辺リメイクじゃねえ。リメイクじゃねえのか。確かに絵柄ちょっと古いかも。
オリジナル？オリジナルか。ぽい、なんでわかるの？過去編のか、切り張りか。うん。伝染病なんですね。まあまあまあ、楽しみに待ってようや。私もそこは楽しみなんだ。信仰による社会だからね。そうなんですよ、文明と文化の対立なんですよね。元アニメはいいなあ。ああ、元アニメはいいなあ。マラリアの特効薬、ストリキニーネがモデル。黄金都市。さんいらっしゃいです。今北さんいらっしゃいってみたよ。あ、コニスのお父さん出てきてないんです、そういえば。あの腰の低い人。
身寄り。なんかね、なんかこんなのだったっけ、なんかご、なんか亡くなった人がその木に宿るみたいな。それを、それがね、なんだっけ、特効薬だったから村人を怒ってんのよ。あ、ちょ、そうか、違う、おい、違った。特効薬じゃねえや。そっか。もう完成してからだ。なんだっけ、名シーンですよ。なんだかんだ村守ったからね、ノーランドは。回想終わり。しかしどうなったかは絵本の通りです。絵本は伏線だった。空島は過去編があってこそ。
島の半分がノックアップストリームによって上に飛んでた。バースのくらいカットか。わかんない、やるかもしんない。CM。 ハリボテの家の真相。わかった？今の。ハリボテの家あったじゃない。ああ、画像出そう。どれだ？ふん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 。まあまあ、これ再現で申し訳ない。まあ、こんな感じだったじゃない？なんかお城の絵が描いてあって、実は家これくらいしかなかったよって話があったんだけど、この前半分がの乗っていた大地が空飛んでいたっていう話。もっとジャヤの半分、家半分は空に行ったんだよね。このハリボテの家は実は伏線だった。よかったね。今日のエピソード空島でもちょっと感動してるもん。やっぱちょっと空島がいかにすごいかってちょっとやっぱちょっと再実感している。漫画読みてー。そう、ちょうど半分。進めるよ。漫画を一気読みすれば めっちゃ面白いから。今面白いと感じるのは漫画読んだらもっと面白いから。何よりも迫力と見続けが完璧すぎる。あと悟りがかっこいい。悟りかっこいいぞ。始まった。世界中の人が嘘つきって言った先祖を信じて探し続ける子孫を見たらどんなに人だったか分かっちゃうよね。ね。森川さんいいぞ。吉川県しか聞こえない。爆破しそう。なんかしげるの声が聞こえるな。
僕夏町でやってるけど、ひかりちゃんとうまくいくのかな。あ、逃げてる。BL の帝王、森川さん。サトシくんって。え、サトシくん？え、シゲルの、シゲル違いだよ、それ。シゲル、僕夏だよ。ちょっとね、用語が難しいな。アッパーヤードが神の島。うんうん、に今ルフィたち向かってるから。ああ、カルガラ。どうだったかな。ひでえ。下りやるかな。空島の長のこと神様って呼んでるんですよ、周りの住民が。おう、一瞬マミさんがどんどん胸を決まってるな。スタッフ胸大好きだ。原作者がどんどん大きくしてるからね。
ここで漫画の1巻、2巻、3巻読むと全然ないからね。おお、順調に減っとる。まあどんどん減ってしまうわけですよ。あ、ほとりと小鳥だ。今一瞬いた。セリフはなしか。どうやら電気タイプの技を使うらしい。あ、ゲタツ様、終わった。チェン、ピカチュウかなって。うん、合ってる。合ってる。出たやんけって、出たけどさ。ゲタツさん、見せまーし。なかったね。何の活躍も分かれずに散ったゲタツ。うん、まあ、ギャグキャラですから。さんって胸が大きいキャラ好きなんて。小田栄一郎さんが、昔アシスタントをやっていた漫画家さんがものすごい大きい胸が好きや、その影響を受けているとも言われるね。いわゆるあのお師匠さん。でも帰り、ちょっと待ってね。ただいま。ゲタツさん、そのうっかりしか言ってないね。ゲタツさん、番長になりたいんですよ。ゲタツさん、番長になりたくてですね、あの下界に落ちて、あの温泉を開業したんですよ。途中で気づくんですよ、あの温泉の真ん中に座って、それは番頭だってね。すげえ好き、すんげえ好き、そのくだりすげえ好き。本当に好き。電話でガリーと電話。ゲタツ様のキャラ見つけた。
扉絵シリーズアニメで やってないんだっけ。仲間が散った時やつだよね。もしかして下唇噛んでうん言ってるのしかセリフなかったんじゃないかな。うん言ってうっかりですよ。一人にしちゃダメだからね。ヘルプポのやつは1話あったね。懐かしい。俺もそれ見せたよ。それはあったの覚えてる。新刊最強。リアルな方向音痴ってこんなもんだろうかって、あの新宿駅行ったら方向音痴さんをね、体感できますよ。いやー、それかっこいいな。そっか、3時ダウンか。3時線結構好きなんだけどな。マコチョッパー、サニーチョッパー。方向音痴なのにミホークを探しに行くゾロさん。まあ言いすぎだろう。サニーチョ。戦闘シーン入るとあのゾロさん顔アップになって意味深なことだけ言って勝つからね。あー一撃だー。一撃長いんだけどなーこの戦。よし、もうほんの数秒で落ちまった。いい試合すんのよ。終わっちゃった。弱ってやめてあげてよ。ダイジェストだから。
もっと強いんですオウムさん。本当はもっと強いんです。そっか、あと40分しかないのか。まあ2時間で知る空島編ってやつだな。ちなみに空島編はアニメでは144話から172話約30話か、30話かける30分、20分でしょ、600、10時間。あ、だいたい10時間かかる話をカットしてるからな。でもそんな話よね。本当は長いんですよね。長い長い長い。10時間かかってやった話を2時間に抑えてるからね。よ、思ったより短いと思ったら私だけって。結構詰め込んでるからね。短いと思うのはあれですよ、詰め込んでて見入っちゃうからだよね。退屈しないだけいいよな。結構見どころ多いんですよ。話のつなぎもあるし、あーそういうこと、あー短いってそういうことか。いやごめん、空島編が172話で、黄金の鐘を、空島黄金の鐘、鐘編、たぶんあれか、空島行くまでか、行くまでがここ、鐘が173から、195だから、だいたい50話。空島行くまでの話から、ログポース取られてから、解決するまでが50話だ。50話かける20分で、1000。1000って何時間？ 1000 分何時間？ 100時間超える？アニメ版だとね。って話です。あの鐘を鳴らすあなたって結構君いい年してるね。いい年齢だぞ。今の現代子和田彦知らないぞ。まあ名曲ですけど。10代です。あ、マジか、ごめん。単行部できてる。4クール分の話を2時間にまとめたってことか。あ、そうなるね。確かに。4クールイコール1年か。おお、3時間経ってた。
電気。言うかな、言うかな、ゴロゴロの実。雷の敵。言うかな、俺言っちゃっていいかな、俺言いたい、俺言いたい、俺言いたい、あれ言いたい。あ、言われたけど、その357個目見えない。まだ YouTube では知らない。ネタバレはダメだな、わかった。じゃあ言わない。エネルの技の多くは世界の雷神や雷獣の名前って。でもバーリーは多分違うはずですよ。今のバリバリ言うからバリーですよ。言わないね、言わない、言っていいかな言いたい、言わないけど結構作中言ってるよね。まだ1回しか言ってない。あのね、ロギア系能力といってね、自然になってるんですよ。つまり自分が雷になってる。雷をどう倒すんだ。体が、雷になってる。それが、あの、敵。ポケモンの、伝説のポケモン、それ、ルギアだな。それ、ルギアだ。おい騎士の、おい騎士の、それ一番ダメなやつだぞ。おめえ自分で言ってんじゃねえ。か、見ないだけでもやばいのに、指向性設定できるとか一番やばい。そうね、どこに飛ぶかを、そっか、確かに横に飛んでくる雷とか怖いよね。なんだそれなんだそれは。どんな転がりなんだ。
そうはならんやろ。本当だよ。おかしいわ。そういうことか。ルフィさんかっこいい。レア度が高いのはロギア。もう笑いが止まない。雑雑もっと間があるでしょうよ。あ、一瞬だったな。あ、一瞬だったな。雷さ、はい、 CM なんで説明します。雷でもうどんなキャラクターも勝てないんですよ、雷だから。でもルフィってゴム人間なんで、ゴムはね、絶縁体といって、まあ、要するに電気を通さないんですよ。なので電気が一切効かないんで、我は神だ我は神だって言ってる武力派エネルを唯一ぶっ倒せる存在がなんと主人公のルフィ君なわけです。で、その、なんだっけな、誰が生きてるか生きてないかって話で、ルフィのことが数に入ってなかったのも、なんだっけな、絶縁体のルフィを感知できない、僕のヒーローアカデミアで電気の能力って便利って聞いた。電気の能力は戦いだけじゃなくて応用が効くって話を聞いたわ。現代社会だと電気使って物を動かせられるからね。そもそも電気売れるじゃんって話で。電気やっぱ強いんだよな、どんな能力でも。やっぱりこんばんは、LTLT さんいらっしゃい。やっぱね、やっぱルフィさん最強ですね。
パラミシアが今ちょっとね、パラミシアのゾーンが今注目されてるからね。打撃無効、電気無効、物理無効、なお。スマホの充電器されてますって。あ、そうなの。雷くんっていたよね。ねえ、我はのくだり言わないよ。俺言っていい？ダメ？コニスが勝手に行動してるけど、くだりあるかな。写真して、だから今言わなきゃ。雷だって分かった。今言わなきゃ。だから、今言って。最初に言ってたじゃん。私は神だって。いや、それの本当の意味があるじゃないですか。パーガーさんおらんなって。あのおじちゃん好きなんだけどな。ゴロゴロ対砂さんってどっちが強いんだろうねって。砂ってどうなんだろう。わかんない。ルギア対ルギア、決着つかないんじゃなかったっけ。ちなみに、イッテ Q でゴム手袋で電気ナマズを捕まえようとして感電してました。通してるやんけ。安かったんじゃないの、そのゴム手袋。そう、ゴム手袋薄いからな。電気系能力者はどの漫画でも強ギャラだよねって。例えば強キャラじゃない作品あるかな。うわー、金の玉だ。ビッグマムのゼウスずるいよねって。あー、ゼウス乗れるしね。チーム今ならスモーカーでも勝てるよなって。スモーカーのことやめてあれよ。スモーカー1日で4回負けんだぞ。あのスモヤン4回負けるから1日で。ゴロゴロの力って覇気だ。もうロギア対覇気がちょっともう変な感じだからな。うん、この時ロギアにボコボコにされてるゾロだけど、ゾロは雪の実に勝ってるからね、この後。まああれはなんかメンタル面の問題もあったかもしれないけど、もう後になっていくとね、キャラクターはロギア系も倒せるようになっていくからね。金の玉おじさんってすっごく卑猥です。昔は本当にルフィじゃねえと倒せねえってなったけどな、新世界見たらなって。マットが大きくなんだっけかな。でもマントラがあるぞ。広範囲マントラはやっぱエネルしか使えないしね。新世界だとロギアをお飾りになっちゃうしね。沼沼の人好きです。あ、レールガンとかそうか。レールガンは
電気だね。発揮使えるロギア。うん。見聞色。うんうん。エネル、雷のスピードあるから進むんじゃきついよって。煙がちょっとなんか、あ、始まった。煙がなんか電気に対して有効な何かがあればいいけどね。なんか煙になってなんか散らばるぐらいしかできないよね。マントラ仏教用語なんだよ。へえ、知らなかった。ちょうどセリフあったね。あったね。マコヘビくん。ロクハンさんいらっしゃいませ。公開処刑。こんばんは。デッキレース、あー厳しい。いやーひどいわ。悪魔の実っていう実は本当にあるかなーって。あるよ、探せー。世界の果てにそれを置いてきた。ちょっと違うか。俺の全てをそこに置いてきた。
柄悪い神だなって。悲しい。あ、ルガーンさん、ルガーンさん、スパチャありがとうございます。あのルガーンさんよ、ワンピは好きであったか。なんでわかったの？ナイスパップ。手帳はジャヤに、あ、そっかそっかそっか、そのジャヤに置いてきたんだ、後悔日記。来た。ウソップさん、ヘタレ、まだヘタレ。水リフ。あれ？サンジなんか言ったっけ？ふぅ、ただこの日欲しかったとこだ。これか、サンジかっこいいな。はあ、根性あるから。俺はもうあれですよ、トットランドでサンジの株めちゃくちゃ上がってるから。小指くぶつけたらなんだっけ、上がったんですよ、そういえばね。
好きです。まったな。腕ちぎれんだろって。ちぎれないね、ゴムだから。タバコの火ならあるじゃん、足にって。こら、違うよ、そういうことじゃないよ。まったく奥安くんは分かってないな。そうじゃないんだ。この時まだディアブルジャンプ使えないんじゃないの。でもああ、あった。ディアブルジャンプは NS ロビーだね。ジャブラか。 CM。2年後だっけ。違う、 NS ロビーは2年前だよ。はあ、エピソードオブサボがわからん。あったっけ。空島編は戦いというよりはやっぱストーリーだね。面白い戦いあったかな。ワンピース屈指の名勝負はやっぱオヤビンとの戦場デビューバックファイトだね。フライできますっていいのかい。最後感動するシーン見逃しちゃうよ。あと12分です。11時10分までなんで。アニオリだともっと長いんだよな、あのデビューバック。すげえ、ほんとすげえ好きや。早く帰ってくるって。あと12分で終わるからな。足を思いっきりこすって火つければいいじゃんって。タバコの火欲しい時、サンジがタバコの火欲しいから、あのめっちゃ思いっきり足こすってあの火つけるの嫌だな。火がねえつって、コソ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 コ、やだな。もっと余裕ぶってほしいわ。サボのための映画あるんじゃねえのって。革命軍入った後かな、もしくはね、本編じゃ語られなかったとこかな。ベストバトルはルフィ対クロコ。あー、クロコか。こっからが本当の喧嘩だぞ。スリラーバーグのシンドリーちゃんの話好きって。あー、シンドリーちゃん、あー動けませんってやつだっけ。シンドリーちゃんの魂、影が生える元の人をすげえ普通にしたんだよね。影の影響をめちゃくちゃ受けるのと、肉体の影響をめちゃくちゃ受けるのと、ちょっとスリラーバーグ難しいんだよね。火がないならカマバッカの辛い日々を思い出せばいいじゃん。サンジかわいそう。エピソードオブカマバッカない。エピソードボンクレでもいいよ。私そのうちインピルだ。あれだ、きっと始まった。
神の社。自然強えな。何よりもあの広範囲攻撃が強いね。関係あるんだよな。金鳴らすために来てっからね。うん。嘘じゃなかった。嘘じゃなかった。かっこいい。あれ、ウソップさん何もしないですよ。あれ、おかしいな。ウソップさんも頑張るんですよ、本当は。本当はもうちょっと頑張るんです。あれあれ、ウソップさん計算したから、角度計算したから。え、本当はもっと頑張るんです。いっぱい弾使うんです。あの金を君いい歳だね、きっと。君きっといい歳だよ。今の10代のとこ分かんないよ、その歌。和田アキ子、ウソップ、輪ゴーム。輪ゴーム？黄金ボタン。説明しよう。ルフィが金の玉、伝導率のいい金黄金を手にまとい、雷の集まりの中で腕を振り果たすことによって、超放電により空は晴れる。よくわかんないけど、なんか科学的にすごいらしい。元気玉、汗、違う作品です。来た、アマル。
じゃあ俺の音源クソスコってわかる。渋い。この鐘の音すんごい渋い。漫画だとガラーンガラーンだったかな。ちょっと重いのよね、音が。アニメ版良くなった？どっちがいいかね。ウソップがうまい。アニマンゴーンだった。ゴーンか。巨人の正体、雲に映った空の人の影だった。あ、終わった？タコ出てこねえって。まあそうね。あそこも好きだけど。次の映画の宣伝？あ、違う。あ、これ安室奈美？あ、ワンピース始まったって。なんかオープニングっぽいね。作画すげえ。変態。誰？次の宣伝かね。真ん中のあれ誰？あ、ナミエだ。あれは新しいキャラ、ナミエではないか。歌歌ってるし。あ、ごく。え。あ、ブロリー。ルフィ関係ない。激画調じゃん。あれ？激画調ですね。あ、やっぱり映画だ。
2019年夏、来年か。お疲れ様でした。うーす。タレスもおるやんって。あ、ほんと？タレスおったね。ワンピー映画か。今年は、悟空か。え、さっきの映画何？え、さっきの何？え、黒ひげとエース何？バナロ島の決闘。ワンピ新作映画来たな。ブロリーです。ナミエは歌うたのみの能力者だったよねって。どんな能力あんの？20周年か。マコーンって今来たのか。今来たのか。お疲れ様です。そっか、終わっちゃったよ。今ちょうど波江がいたぞ今。そっか、声の形か。い、作中なかったからね。私がね、私に言わして。エネルがさ、雷の能力使うゴロゴロの実の能力者なんだでしょ。これ実は伏線があって、なんとエネルが最初に出てきた時に言ってたんですよ。我は雷で、あれは神であるという雷と雷をなんとかけてるという読み返すと深い伏線だったんだ。うまい。本当にね、伏線とまとめ方がめちゃくちゃうまいのがそら。